サイバーエージェントスーパースイーツスーパースイーツはスイーツを取り扱うウェブマガジンを発行する企業もしくはそのマガジンの名称かつてサイバーエージェントの子会社として設立一流料理人や有名パティシエが作る限定のお菓子をはじめスーパースイーツの厳選するこだわりのお菓子をウェブサイトで販売したり落チマサトがエグゼクティブプロデューサーを務め 料理ジャーナリストの並木浅てる子が情報の監修を行ったこともある。お菓子の魅力をより多くの人に広めるため、数字の読み方の語呂合わせから3月12日をスイーツの日と制定し、日本記念日協会に認定された。2008年5月18日にサイバーエージェントは株式会社スーパースイーツの解散を発表。スイーツの日は解散後も存続の見込み。 同年8月、エコールアッシュ社に営業資産を譲として生産。その後、エコールアッシュが株式会社スーパースイーツに社名変更。現在はサイバーエージェントとの資本関係はない。カリスマパティシエと言われる辻口博信が発起人となり、スイーツと取り巻くライフスタイルを提案するウェブマガジンとして再スタートしている。ありがとうございます。